はい、それでは1月24日の3問に入ります。建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取り特権を行使するためには、あらかじめ債務者である建築主との間で先取り特権の行使について合意しておく必要がある、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。先取り特権は約定担保物件ではなく法定担保物件です。そのため、工事前に登記をしておくことで、債務者の債務不履行があれば当然に先取り特権が発生し、いつでも行使できるんですね。法定担保物件は約定担保物件のような当事者の合意というものは不要になります。よって誤りだということですね。先取り特権っていうのは、進出頻度、低いので勉強しないっていう方もいるんですけども、基本的なところは理解しておきましょう。本試験では基本的な内容だけど見たこともない問題がどんどん出題されます。そういった問題は基本的な内容なんでしっかり取るべきなんですね。試験で焦らないためにも基本的なことはちゃんと頭に入れておきましょう。個別指導の受講師さんには、今回お伝えした約定担保物件と法定担保物件、それぞれどういったものなのかっていうものを受講者専用のメルマガで解説させていただきます。売り主が宅建業者として、宅建業者でない買い主は建物の物件の説明を媒介業者 B の事務所で受け、翌日出張先から電話で買い受けの申し込みをしたと。後日勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、A はクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。まず申し込み場所と契約場所が違う場合っていうのは、申し込み場所が判断基準です。で、今回どこで申し込んだかっていうと、出張先から電話で買い受けの申し込みをしてるんですね。つまり買い受けの申し込み場所っていうのは出張先になります。で、出張先っていうのは事務所等以外なんですね。事務所等に該当するとクーリングオフできないんですけども、出張先っていうのはここに含まれません。つまり原則契約解除できるんですね。したがって契約解除できないという本問は誤りになりますよ、というふうな結論になります。で、この問題っていうのは解けるだけではやっぱダメなんですね。実はクーリングオフについても考え方っていうのがあるんですよ。その考え方に基づくと、どんな引っ掛け問題が出たとしても対応できて、すべて解けるようになります。なので、ちゃんと理解するっていうところがやっぱり合格できるかどうかの境目なんですね。で、前回お伝えをした、開発許可も同じなんですね。その考え方を理解していたら、その考え方に基づいて、答えを導くっていうことがやっぱできるようになるんですね。で、そうすると、クーリングオフだったり、開発許可っていうのは、もう確実にやっぱ点数取れる部分になってくるんですよ。なので、そういったところをやっぱ得点できるかどうかっていうのが、合格の、分かれ目になってきますので、ぜひですね、そのところを理解しておきましょう。で、考え方については、個別指導で解説していきます。では、問3です。市街化区域とは、〇〇区域及び、おおむね〇〇年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは、市街化を〇〇する区域である。この〇〇の部分ですね、括弧の中の文言を答えましょう。実際こういった穴埋め問題ないんですけども、こういったところはもう品質なので、もう頭に入れておきましょう。で、答えは、市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。注意が必要なのは以下の2点です。市街化調整区域は、市街化を禁止する区域じゃないよということですね。禁止ではない、あくまでも抑制するんだって話です。これはどういう違いがあるかっていうと、禁止ってなってくると、もう市街化絶対しちゃダメだって話なんです。一方で抑制っていうのは、市街化をあくまでも抑えるっていう目的なので、絶対ダメというわけではないんですね。そういった違いがあるんですよ。で、もう一つが、おおむね10年以内に、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域っていうのは、市街化調整区域ではありませんよって話です。この10年以内に市街化を図るべき区域は、調整区域ではなくて、市街化区域にあたりますね。ここの部分は市街化区域にあたります。この点を注意しておきましょう。これくらいはもう頭に入れておいた方がいいです。そして市街化区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます。
個別指導では別分野で理解をしながら答えを導けるように、市街化区域と市街化調整区域について、上記、先ほどの解説以外の別角度から学習してもらっています。そうすれば、忘れても答えを導けるようになりますので、個別指導の受講者さん以外の無料のメールマガの読者さんもそういった勉強をぜひやっていきましょう。詳しい内容については個別指導でお伝えする流れとなりますので、もし自分自身で理解学習できていないなって感じられる方はぜひですね、個別指導ご検討ください。もうほとんどの方が理解学習できていない状況なんですよ。なので逆に理解できてしまうと合格しやすいんですね。多くの方が理解学習できていないわけなんで、その中で理解学習ができるようになれば合格もしやすいわけです。トップ 15% に入りやすくなりますので、もし今年の試験で絶対合格したいという方は個別指導をご検討ください。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。